ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、四天王寺の謎とものの部の森屋について紹介しよう。四天王寺ってどこかで聞いたことがあるわ。あの、有名な聖徳太子が関わっている寺だからな。歴史的にはかなり有名なんだぜ。ええー、そうだったのね。実はこの四天王寺は数多くの謎に包まれていて、多くの説が専門家の間でも、飛び交っている。それは、なかなか面白そうじゃない。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、四天王寺とは何なのかということについて紹介しよう。よろしく。四天王寺は、大阪四天王寺区四天王寺にある和宗の総本山の寺院だ。お寺といえば、京都、奈良のイメージが強かったけど、この寺は大阪にあるのね。三号は荒墓さん、本尊は久世観音で、聖徳太子建立式大寺の一つとされている。日本書紀によれば、593年に造立が開始され当時周辺の区名、駅名などに使われている。天王寺は四天王寺の略称なんだ。天王寺って結構有名な地名だと思うんだけど、四天王寺が由来となっているのね。知らなかったわ。また、荒墓寺、なにわ大寺、三つ寺、堀江寺などの別称が伝えられているんだよ。宗派は天台宗に属していた時期もあったんだけど、元来は特定宗派に偏しない八宗建学の寺だった。日本仏教の祖とされる、聖徳太子建立の寺であり、既存の仏教の諸宗派にはこだわらない全仏教的な立場から、1946年に、和宗の総本山として独立しているんだよ。独立したってことは、それだけ立派な寺院である証よね。まあそういうことだな。ここからは、早速四天王寺の謎について紹介しよう。よろしく。さっきも紹介したけど、四天王寺は聖徳太子建立式大寺の一つとされ、法隆寺とともに確実に聖徳太子が創建に関わったとされているんだ。聖徳太子が建立に携わったって聞くとよりこの寺の凄さを感じるわね。四天王寺は、聖徳太子が勝利を祈願して四天王を安置する寺を作ったという、言い伝えがあるんだけど、これは後に考えられた話なんだ。そんな言い伝えがあったのね。こういう字を、果たし、畑川勝に賜うと記述されているところから推測できるんだけど、上宮聖徳法王定説は、果たしの王である桓武天皇や藤原氏によって、改ざんされた歴史を元にして作成されたものだ。改ざんされたということは実話ではないということね。そうなんだよ。聖徳太子の名のもと、本来の大王たちの自責が消されているんだ。あらら、一体どうしてこんなことをしたのかしら？そもそも四天王寺は、聖徳太子の発願により587年に建立され、その後593年に現在四天王寺がある場所に移築されたそうだ。ということは、四天王寺は完成した当時は別の場所にあったということかしら？そうなんだよ。しかし、この創建の由緒が変更されている。この、なにわ大寺というのが、現四天王寺の、本来の名称だ。由緒ってどういう意味なの？物事のそもそもの起こりや、今に至るまでのゆえんという意味だよ。わかったわ。ちなみに、聖徳太子が建立した法隆寺に関してもその創建の由緒は変更されている。そしてこれも聖徳太子が関わる四天王寺もその由緒が、変更されているように思われているんだ。法隆寺の由緒が変更されているなら、もう一つの四天王寺が変更されていても不思議ではないわ。四天王寺の由緒に関しては、日本書紀の記述によると、物部氏と蘇我氏の争い、物部の森屋と蘇我の馬子が争った時に、聖徳太子が争いの形勢が不利な状態にあった時、四天王像を掘り、戦いに勝利したなら寺院を建立するとの請願をしたとされている。聖徳太子って争いとは無縁な人間だと思っていたけど、そうでもないのね。勝利を収めた蘇我氏、聖徳太子はこの四天王像を安置する場所をどこにするか考え、そこで作られたのが四天王寺とされている。つまり蘇我氏が作ったお寺だと考えることもできるんだ。確かに聖徳太子と一緒に考えていたのならそう言えるわね。これは日本書紀による情報なんだけど本来の由緒を改ざんしているとされている。え？そうなの？四天王寺は聖徳太子が建立した七大寺の一つであるとされ、当然聖徳太子が建立の発願をしただろうと思われていたんだけど、日本書紀には誰が発願したかについては記載されていない。法隆寺とともに、実際に聖徳太子が関わったお寺であるとされているけど、四天王寺も法隆寺も、太子ゆかりの寺ではあるものの、創建には関わっていないんだ。なんだかややこしいわね。ということは、蘇我氏と聖徳太子が四天王寺を建てたのは、はっきりしない情報なの？そうなんだぜ。それじゃあ、四天王寺は誰がどんな目的で建立したのよ。ここからは、それについて見ていこう。古代、なにわ津と呼ばれていた大地が存在する。地形的には、現在よりはるかに湾が入り込んでいたんだけど、この地は大和の地から一番近い港ともいえ重要な地域だったんだぜ。この地に四天王寺は建てられたんだ。ということは、現代の四天王寺は埋め立て地が多いということなのね。
そうなるな。ここは、大陸との交通の起点に当たる場所であり、外交においても、重要な場所だったとされている。光徳大王の時代には、朝鮮半島の動乱に唐が関係するようになり、唐、百済、新羅、高句麗など多くの外国船が訪れる港でもあったんだ。じゃあ、四天王寺は外国の要人を招き入れるために使われていたとも考えられるわね。それもあり得るよな。当時、日本へやってきた中国や朝鮮の船は九州に上陸し、瀬戸内海を通り、この難波の港に上陸していた。ここから人や物は大和川を利用し奈良盆地に入る。難波には仁徳天皇が最初に難波宮を置いたとする難波高津宮がある。ここは、後に光徳大王が宮を置いた場所だ。そして、ここには難波長良豊崎の宮が存在しており、この場所は外国との応接には極めて利便がいい場所だったそうだ。ここで外国人をもてなしていたのね。この難波の宮のそばにあるのが四天王寺だ。そして、激しく敵対していた畑氏や藤原氏によって、光徳大王や、左大臣だった安倍氏の功績を消し去っている。実は、四天王寺は光徳大王の発願により、何話の地に都を移した時に建立された寺院なんだ。最初は聖徳太子によって発願されたと思っていたけど、実は光徳大王の発願だったのね。そうなんだよ。四天王寺は南北に配置される四天王寺式伽藍とされている。寺院であるため、南大門が正門なんだけど南北に一直線上に並ぶ配置なので、正門からの景色は何とも言えない。正門が何とも言えないのはちょっと残念ね。四天王寺は、東門から入る方が全体を見渡すことができるんだけど、ほとんどの人はこの東門にある鳥居をくぐって四天王寺に向かうんだ。四天王寺の大きな謎の一つに、四天王寺には物部の森屋の祠があるんだ。石の鳥居を通り、西十門をくぐり、そのまま東十門を出たところに、物部の森屋の祠があり、東西に神社が存在している。東西に神社があるってなんだか意味深ね。霊夢、良い感をしているんだぜ。どうしてここは、神仏融合の奇妙な構造の寺院になっているのか。どうして南北配置の伽藍なのか、その謎について考えてみよう。よろしく頼むわ。この奇妙な伽藍配置は、東西に並ぶ神社に重ねて南北に並ぶ寺院を、建設したからではないのかなという意見がある。上空からの地図で見るとよくわかります。じゃあ、その昔は東西南北に寺院があったってこと？そういうことだ。四天王寺は、南北に南大門、中門、東、金堂、講堂が一直線上に並ぶ、四天王寺式伽藍配置とされる。この伽藍配置はこの四天王寺から始まったとされている。伽藍ってよく聞く言葉だけど、四天王寺から始まったというのは知らなかったわ。若草伽藍にあったとされる法隆寺も、同様の伽藍配置となっている。593年、四天王寺が作り始められ、その後607年に若草伽藍と呼称される場所に、法隆寺が作り始められたとされる。しかし、出土した瓦からの推測では四天王寺の方が後で作られているんだ。それなら、四天王寺は法隆寺より古いということは信憑性があるわね。名文にあるように四天王寺が593年に作り始められ、法隆寺が607年に創建されたとするとおかしいんだ。それはどうしてなのかしら？出土した瓦からの推測ではもっと後の時代の創建とされているからだ。四天王寺は水古町にすでに存在したことは考古学的にも確認されているんだよ。前期何は宮の火葬以降から瓦が出土するんだけど、この時代の日本において瓦葺きの建物は仏教寺院のみであり、これらの瓦は四天王寺の創建瓦とみなされている。したがって、光徳天皇が前期何は宮に移った7世紀半ば以前の水古町に、すでに四天王寺がこの地に存在したことがわかるんだよ。瓦からここまでいろいろな情報が得られるなんてすごいわね。四天王寺の創建瓦の中には、法隆寺の若草伽藍、現存する法隆寺西院伽藍の建立以前に、存在した創建法隆寺の伽藍の出土瓦と、同伴の軒丸瓦がある。若草伽藍と四天王寺の同伴瓦を比較すると前者の文様がシャープであるのに対し、後者は瓦頭のりに傷が見られる。このことから、若草伽藍の造営が先行し同伽藍の造営が落ち着いたところで、瓦頭藩が四天王寺造営の工房へ移動したことがわかる。そうなのね。光徳大王の難波長良豊崎の宮の火葬遺構というのが元の四天王寺であるというのなら、今の場所に建立されている四天王寺はこの光徳大王の建立した寺院ということになる。こういう理由で光徳大王が四天王寺を建立したとされているのね。この難波の地に宮を建設した時に移築されていて、今の場所に建設されている四天王寺は、光徳大王が都を難波に移した時期に作られたんだ。そうだったのね。そして出土瓦からの推測では若草伽藍にあったお寺と、移築された元の四天王寺は建設時期が近いということだ。若草伽藍にあったお寺が作られた後に四天王寺が建設されているということで、
この若草伽藍にあったお寺は、法隆寺ではなく再建された法隆寺だ。再建されていたのね。この再建法隆寺も元の四天王寺も推古天皇息子である武田王子が亡くなった時に、建設し始められた寺で、光徳大王の難波長良豊崎宮というのが物の部の森屋の、森屋の難波の宅と呼ばれる、本地の一つであり、この難波長良豊崎宮近くに位置する森の宮神社には、四天王寺がこの地にあったとの由緒書が残っている。聖徳太子は両親を現在地に祀って寺の鎮守とし、その森に四天王を祀る寺を作ったという由緒なんだよ。寺を祀る寺があるというのは驚きだわ。何度も紹介しているけど、元の四天王寺は、物の部の森屋がたたっていたためその霊を鎮めるために、蘇我氏、蘇我馬子や推古天皇の発願により作られていたと推測されている。ここは、聖徳太子が亡くなってから作られたお寺で、蘇我氏との争いで亡くなった人々を祀ったため聖徳太子が祀られているわけではない。あくまで四天王寺は蘇我氏が祀られているのね。ただし、この時どの仏が祀られていたかは不明で、四天王像ではなかったようにも思われている。だから蘇我氏によって作られたこのお寺は、四天王寺とは呼ばれていなかったとも言われているんだ。そもそも、四天王寺は四天王寺ではないということね。ちょっと話が複雑だわ。森屋が亡くなった後、森屋に仕えた者たちが四天王寺になったという、伝説が残ることからも推測できるんだけど、この地に作られた四天王寺は、蘇我氏との戦いで亡くなった。森屋らの霊を鎮めるためのお寺だ。難波長良豊崎宮建設時に、このお寺を移築したため、今の四天王寺には森屋が祀られているともされている。ここに祀られているのは、聖徳太子でも蘇我氏でもなく、森屋かもしれないわね。そうなんだよ。この時に四天王像が安置され四天王寺とも呼ばれたと思われているため、四天王寺は移築されたのではないとも言われている。ここまで来ると、現代に伝わっている四天王寺の情報が、すべて嘘なんじゃないかと思ってしまうわ。すべてに疑いの目を向けてしまうよな。もともとこの地、上町台地周辺は森屋の屋敷があり物の部氏の土地だと言われている。そうなのね。重要な拠点は物の部の土地だ。それは大王家は物の部が関わるからなんだよ。南北に伸びる丘陵地の北部に位置し宮の場所としては絶好の場所に位置していたため、四天王寺はここより南部に移築されている。光徳大王の時代、朝鮮出兵をめぐって渡来人との激しい戦乱の中で、光徳大王は、飛鳥の地を離れこの難波の地に宮を置いたんだ。荒れていた時代なのね。後の時代にも、この場所には大阪城が建設されていることからも推測できるんだけど、織田信長は、この地にあった石山本願寺を明け渡す要求をしている。それは、城を築城するには絶好の地形にあったからだ。立地は大切よ。南北に細長い上町大地の北部に位置していて、周囲は海に面し、南部は川が流れている。周囲を水で囲まれ、これは自然の堀のような役目を持つ。まさに自然の要因だったんだ。守りやすく容易に海に脱出できたというのも移築した理由なんだ。移築されたのは謎だったけどこういう理由があったのね。この森屋の難波の宅に、蘇我氏、蘇我馬子や推古天皇より森屋祀った寺院が作られていて、その後、蘇我本宗家が滅び、光徳大王によりこの地に都を作るときに、現在の場所に安倍氏の協力のもと本格的な寺院が建設されている。高くそびえる塔、金堂、そして中には金色の仏像。もともと寺院の方が豪華で華麗で、この重要な地にはふさわしかったのかなと思ってしまう。確かに、重要な場所に浮ついてしまうような豪華な建物は似合わないかもしれないわね。しかし物の部氏は神道側の人物だ。森屋を祀るため神社を寺院の中に建設したのだとも考えられる。出雲大社のような例外はあるんだけど、神社はもともとは大きな建造物はあり仏教導入後に対立するように、神社にも神様を祀る社殿のような建物が建設されるようになったんだ。この時代は未だ祠のようなものでしかないんだぜ。もう少し、しっかりした建物にしてほしいわね。さっきも紹介したけど、古代、地形的には四天王寺の西側すぐは海だった。南北に並ぶ寺院を建設した本来の理由だそうで、南北に並ぶ伽藍配置は海から、つまり西側からの景色がいいんだ。多くの外国船に対しその国威を誇示するというのは重要なことだったんだよ。景色の良さは外交にも使えたのね。四天王寺はこの西からの景色が一番美しいんだけど、上陸した外国からの使節団にとっては西側が正門になるため、西側からの景観がいいように、四天王寺は南北の伽藍配置となっている。四天王寺は光徳大王が難波の地に都を作った時に作られた寺院であり、難波郷で外国からの使節団を迎える場所でもある。もともとは森屋の霊を鎮めるためのお寺であったため移築した時に、森屋は神社に祀られその上に寺院を建設している。難波お寺が本来の寺の名であり、四天王寺は別称なんだ。
あら、四天王寺は正式名称じゃなかったのね。四天王寺のホームページによると、日本書紀の伝えるところでは、物部の森屋と蘇我の馬子の合戦の折、高志普通派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢の不利を打開するために、自ら四天王像を掘り模し、この戦いに勝利したら四天王を安置する寺院を、建立しこの世の全ての人々を救済すると請願され、勝利の後その誓いを果たすために、建立されたと言われている。やっぱり、これが一般論のようね。そうなんだよ。四天王寺は593年に建立されたとされているんだけど、由緒は本来の由緒を消し去るためのものであり、聖徳太子信仰が盛んになった時の伝説ともされている。この動画で何度か紹介したけど、四天王寺は移築されたと紹介してきたよな。何度か言っていたわね。ここからは、四天王寺移築に関してもう少し詳しく紹介していこう。よろしく頼むわ。水子の息子の武田王子が亡くなった後624年に蘇我氏蘇我の馬子や水子天皇によって、まず物部の森屋の難波の宅に作られたのが本来の由緒だ。しかしこの時には、四天王像を安置していなかったように思われる。え？四天王寺は像を祀るために建てられたんじゃないの？像がないならどうして建てたのよ。もしかしたら、像はすでに四天王寺を移築するにあたって、別の場所に移動させられていたのかもしれないな。なるほどね。物部の森屋の何話の宅の場所は後の光徳大王の何話の宮、難波ながら豊か崎だ。この時に現在の地に移築し四天王寺が建設されている。というか、そもそもどうして四天王寺は移築することになったのかしら？それは、物部の森屋が祟ったと思われているからだ。森屋恐るべしね。そういうことだな。でも、森屋が祟って、蘇我の王子であり水子の息子である、武田王子は亡くなったとも思われている。これはとんでもないことだわ。そりゃあ、四天王寺を移築したくなるわよね。あとは、森屋が、寺つつきという妖怪になり四天王寺をつついて、破壊しようとしたという興味深い伝説がある。蘇我氏は仏教の力で怨霊を抑えようとしたんだ。つまり、四天王寺の本来の由緒は、物部の森屋が祟ったため、これ以上祟らないように仏教の力で怨霊封じが行われたんだ。まさか森屋の呪いから逃れるために、四天王寺が建てられたという説があるのは衝撃だわ。祀られているのは物部の森屋はもちろん湯気氏、中富克美など、蘇我氏と対立していた物部氏側の人物だ。あら、他にもいたのね。これに関しては、森屋と共に戦った人々も祀られているのが何よりの証拠なんだけど、蘇我氏との戦争で亡くなった人々が祟ったいうことになる。そういうことだったのね。元の四天王寺は、蘇我氏、蘇我の馬子や水子天皇の発願による寺院であり、武田王子が亡くなった後、624年以降に森屋の難波の宅の場所に作り始められた寺院だ。だから、由緒が異なるため、このお寺には、四天王像が安置されてはいなかったように思われる。さっきは、像がすでに移動されているからここになかったんだと思っていたけど、最初からなかったという考えがあるってこと？そうなんだよ。つまり元の四天王寺は四天王寺ではないということになる。四天王寺像がないなら、ここは四天王寺ではないということよね？そうだ。このことから、物部の森やら戦争で亡くなった人々の霊を鎮めるための寺院であり、この寺の名は四天王寺ではなかったと考えることもできる。森やらは移築した時に神社に祀られているため四天王寺は移築再建されたのではなく、元の四天王寺は、初めに物部の森やの難波の宅の場所に作られ、その後、蘇我本宗家が滅び、光徳大王によりこの地に都を作る時に、左大臣だった安倍氏の協力のもと、この安倍氏の土地に移築された。だから、今もこの地には、安倍野の地名が残っているんだ。確かにこれは辻褄が合う考え方だわ。光徳大王により、何話に遷都した時に初めて創建された寺院であり、この時に四天王像が安置され四天王寺と呼称されたんだぜ。ここからは、蘇我氏と物部氏の争いについて紹介しよう。四天王寺については、蘇我氏と物部氏の関係が重要そうね。早速紹介してちょうだい。まず物部氏と蘇我氏の争いについてなんだけど、仏教導入をめぐっては、高志普通派の蘇我氏と廃普通派の物部氏の争いであるとされる。争いのきっかけは宗教による対立だったのね。しかし争いの大きな原因は、この時代大きな力をつけてきた蘇我氏と物部氏による、権力争いらしい。物部氏も権力争いをしていたのかしら？そうなんだよ。そもそも大王家は物部氏が関わっているんだ。それで、この権力争いとはどういったものなのかというと、押坂彦氏との大江の巫女や藤の木古墳の思想者が関わっているんだ。藤の木古墳ってどんな古墳なのかしら？ここで少し藤の木古墳について紹介しよう。藤の木古墳は、奈良県生駒郡斑鳩町にある古墳だ。現在、国の史跡に指定されていて、藤の木の名称は所在地の地名に由来するんだけど、
法隆寺関係の古文書、古記録によればかつては、三笹木、三笹木山などと、呼ばれていたんだ。現室内から大量に出土した弾き、末期の年代から古墳時代後期、6世紀第4四半期の円墳であると推定されている。前方後円墳ではないのね。この時期に機内では前方後円墳の造営が終わりに近づいていたんだ。これは時代の流れね。古墳は法隆寺西院伽藍の西方約350メートルに位置する。現在は周辺が公園として整備され説明板なども多数設置されており、法隆寺周辺の観光スポットとなっている。また、古墳から南へ200メートルほど行くと史跡案内施設があり、主な出土品の複製品が展示されている。奈良県立橿原考古学研究所では出土したバグオ 3D プリンターで復元し、一部は一般でも触れるようにしているんだよ。バグオ 3D プリンターで復元するなんてすごいわね。古代の遺物を現代の最新技術で蘇らせたんだぜ。そんな藤の木古墳の被葬者は蘇我氏と物の部氏の権力争いに関わっていたとされている。馬宿の王子こと牛坂彦氏との大江の巫女は、美達天皇と、穴穂部の橋人の姫巫女の王子だ。美達天皇の皇后は、沖縄マテ王の女である広志姫ではなく、物の部の女性である。この穴穂部の橋人の姫巫女だ。蘇我氏による系譜の改ざん箇所でもある。ということは、この改ざんした文章は蘇我氏にとって都合の悪い内容が書かれていた。可能性がありそうね。そういうことだ。広志姫ではなく本当は物の部氏の女性が登場しているはずだからな。しかし、押し坂彦人の大江の巫女がまだ幼い時に本当の皇后であるこの穴穂部の橋人の姫巫女は、亡くなっている。これは残念ね。次の皇后である末子が皇后になったんだけどこれは576年のことだ。つまり、広志姫が亡くなったとされる575年が、穴穂部の橋人の姫巫女が亡くなった年ということになる。これは意味深だわ。押し坂彦人の大江の巫女は572年生まれでありまだ幼かった王子を育てたのが、次の皇后である末子だ。そのため、物の部の王子ではあるんだけど蘇我馬子は美達天皇崩御後に、この押し坂彦人の大江の巫女を次の大王に擁立したかったわけだ。ズブズブの権力争いって感じがするわね。この一連の流れが蘇我氏と物の部氏の権力争いだ。争いは美達天皇崩御後の王位争いへと続いていく。この時代、蘇我馬子は権力を握る者の王になることはできていなかった。これはどうしてなのかしら？血統の問題があったからだ。蘇我馬子は、まだ幼かったんだけど関わりのあるこの牛坂彦人の大江の巫女を、次の大王に擁立しようとした。次の一手を打とうとしたのね。一方、末子天皇は欽明天皇と母親は蘇我稲目の娘の蘇我剣氏を姫を擁立しようとした。彼女は蘇我氏の姫だ。つまり、末子天皇は育ての母親ということになる。末子天皇が育ての親ってすごいわね。この状況は蘇我馬子からすると、大王に即位すれば、末子が育てた牛坂彦人の大江の巫女は蘇我氏の操れる大王ということになる。孫からすると、すごく良い状況じゃない。そうなんだよ。だから、蘇我氏と対立している物の部氏の物の部の森屋はこの蘇我剣氏を姫の擁立に、反対したんだ。そりゃあ、反対するでしょうね。美達天皇の弟である穴穂部の巫女や弟の思春天皇が大王に即位している。しかし蘇我馬子は彼らを殺害した。恐ろしいわ。これを受けて怒った森屋は蘇我氏に戦闘を仕掛けることとなる。物の部氏の動きを察知した蘇我氏は自宅に兵を集め、押し坂彦人の大江の巫女の像と、武田王子の像を作り呪おうとする。呪術に頼ろうとしたのね。この争いは結局、蘇我氏が有利に進める。蘇我氏と、物の部氏の争いで物の部の森屋は死亡。同様に穴穂部の巫女や、思春天皇も殺されてしまう。蘇我氏の暴走が始まったのね。ただ、蘇我馬子は仏教の力を信じている。彼らを闇に葬ったことでたたりに遭うんじゃないかと考え、仏教を導入した蘇我氏、蘇我馬子はこれらのたたりを仏教の力で沈めようとしたんだ。もしかすると、こうして仏教の力で沈めようとした結果、混入したのが、四天王寺なのかもしれないわね。そうかもしれないな。今回の解説はこんなところだ。霊夢、何か感想はあるかい？四天王寺は数多くの謎や不思議な逸話を持っているということが分かったわ。いろいろな説があるのは良いんだけど、魔術は一つだし、ちょっと混乱してしまうこともあったけど考察しがいがあってよかったわ。そう言ってもらえると、ありがたいんだぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。